んにちは、みほとけちゃんです。今日は仏像をより楽しむために仏像のモデルになったお釈迦様の一生をみんなに教えちゃうよ。今日のために特別に紙芝居を一生懸命書いてきました。それではお釈迦様の一生始まり始まり。ある日マーヤさんという貴族のお姉さんがいて、お腹に白い象が入る夢を見ました。次の日畑を歩いていると、ああ見事な花が咲いている。手を伸ばしたところ、右脇からニューッと子供が出てきました。その子供がシッダールタ、後に釈迦になる男の子です。生まれてすぐ7歩歩いて、右手を上、左手を下にして天上天下唯我独尊、そう言ったそうです。この世で尊いのは僕だけ、そんな意味だそうです。7歩歩いた時にハスの花が咲いてね、キャッチしてくれたり、2匹の竜が甘い雨を降らせたり、かなり特別扱いだね。そんなシッダールタ君は貴族の子供ですので、何不自由なく暮らしていました。そんなある日、ちょっとこの城から出てみたいぞということで、初めて城の外に出ようとしたところ、東の門によぼよぼの老人が、南の門にものすごい病人が、西の門には死んだ人がいたよ。ああ、老いに病気に死に、なんて悲しい門なんだろうね。そして最後に北の門から出ると修行をしている僧侶がいたそうだよ。そんな中、釈迦は塀の中ですくすく育ち、奥さんももらって、可愛い息子も生まれて、お金もたっぷりあって、すごく幸せなはずなんだけど、なんか違うんだよな。すごい不安があったそうだよ。こんなに贅沢してても満足できない、何かおかしいね。そんな釈迦は悩みに悩んで、嫁も子供も金も全部捨てて出家しました。この時に乗っていた白い象をカンタカ君というよ。カンタカ君に乗って何も持たずに修行の道に励みました。釈迦は何も食べない、何も飲まない、そんな苦しいことを重ね、こんなガリガリになっちゃいました。ガリガリすぎて死にそう、苦しいよ。そんな時、デレーン、スジャータという名前の女の人がミルクのおかゆをシッダールタにあげました。いただきます。するとシッダールタ、うめー、めちゃめちゃ美味しかったそうだよ。このスジャータさんがあげたミルクのおかゆ、そのおかげでスジャータっていう名前の牛乳の商品があるね。とにかく苦しすぎる修行もダメだ、ちょっとぐらい食べないといかんな。まあそんな感じの悟りを開いたところで、釈迦は木の下で座禅を組みました。こうやっていろいろ自分の中と向き合って悟りを開くのです。ちなみにこれが悟りを邪魔してこようとする悪魔です。悪魔さえも寄せ付けない集中力だよ。ああもう完璧と思ってたところに、このやっかましい女の人が来ました。梵天さんです。ちょっとそんなにいい教えがあるならちゃんと周りに教えなきゃダメでしょう。でもシッダールタは、でも僕が開いた悟り難しすぎて人に伝えられるか不安だな。すごい上からの考え方だね。それでも梵天さんが口説きます。いや、お願いだから、みんなのためだから頼むよ。ということで、こうやっていろんなところに行ってお話をして回りました。ちなみに、悟りを開いた人が、ブッダという名前になるよ。これからシッダールタのことを、ブッダって呼ぶね。悟りを開いたブッダは35歳。そこからいろんな人に、いろんなお話をして回った結果、80歳で、死にました。こうやって右脇を下にして、日本のサラ・ソウジュという木の下で
死にました。ぐーっと横に寝た姿の仏像は涅槃像となって、今でもいろんな国に仏像として大きく横たわっているね。すごくいろんなことをはしょって話すとこんな感じでした。ブッダだって生まれて死んで人間だったんだね。さあ、これからお釈迦様を見るときにこんな人生だったのかななんて思うとちょっと面白いかもね。はい、また見てね。チャンネル登録お願いします。ご視聴ありがとうございました。